も始まり、一年後の夏へ向けて動き出す。今回のねぶたの制作にあたって、はいはい、特に何て言うでしょう、心を込めたところって言いましょうか、はい、込めたっていうのはやはりこう、はい、普通は武者っていうのはこうやいばんを持ってこう戦ってるんですよね、うんうん、やっぱりそれよりやはりこう今私はねやっぱり平和とか地球観光環境とか、はい、そういうのを強調したいんですよ、うんうんうん、だからねもう、はい、このねぶたの題材は、ね、日天神殿なんだけど、はい、これをね、宇宙をね、意味したんですよ。宇宙の星。宇宙、うん、はい、だから、これは仏教のあれなんだけどね、仏教ではこれは曼陀って言うんですよね、その宇宙のことね。はい、だから、太陽は火の神は太陽にしたんで、太陽っていうのは、なんていうんだろう、みんな平等に照らす、出してる。照らすということで、はい。で、水の神地のは地球を意味したんですよ、うん、水だからね、地球は、まあ水だから、はい、水っていうのは高いところは低いところだから、うん、みんなこう水平だと、はい、みんな平等だという意味なんですよね、うん、そしてまたより良いこう地球をね、はい、いい環境でしたい、そして争いのない、はい、平和なステージ界を願うという意味でこういう題材にしました、はい、この制作の出来上がりというのは大体いつ頃予定？そうですね、はい、大体来月の25号に見えたんですよ。もうちょっとは早くなると思うんだけどね、はいはい、5月のミラノの方は5月、7月です。あ、7月でしたか、はい、11日だかな、じゃこれでしたね、うん、そうですか、はい、それからこのね、はい、リベタ一番その海外に持っている見てもらいたいところをね、はい、やはりこうねぶた人の現象なんだよね、現象物のこう、うん、バーッとこう飛び込んでいく強烈な色彩なんですよ、うん、まあ、昔の時代にね、日本の浮世絵がね、はい、このヨーロッパの方へ行った、そして向こうの巨匠といわれる印象派という画家たちが非常に衝撃を受けたっていうんですよ、はい、それまで原子物ってあまりなかったんで、向こうの色彩というのは大体色混じ、混じってね、濁った色が多かったんですね、うん、そして向こうの人は非常に驚いたとき、原子物ってすごいって言ってね、そういう意味では私はね、この原子物のこう素晴らしさを見てほしいっていうね、うん、そしてまた紙の文化ですね、紙の文化の造形ということを見てほしいっていうということですね、はい、ピカソもなんかね、原色っていうのそうですよ、かなり はい、だって有名な人こそ原色を使うんですね、はい、まあ、原色っていうのは非常に素直な色なんですよ、ああいうもなくね、
そういう、まあ、ね、ヨーロッパの国は非常にくそれから日本版のブームが起こったっていう、最近あれですよね、海外の方はこちらの方、わらせの方にも、うん、またねぶた祭りの方にも、うん、かなりの方が見えてますけども、はい、だからこういう、ね、ねぶたの子を作っている家庭の風景ってなかなか見ることないんですね、うん、まあ、我々は、まあ、公園に入るとね、なかなか見せるわけに機会がないんですよね、うんうん、まあ危険だからね、はい、でもこういうバーツのね、うん、非常にこう気軽に見られるってことですね、うん、その作ってる家庭の風景をね、うん、そういう面では非常に良いんじゃないかな、まあ機会があったらぜひこのねぶたのね何度に見に来てほしいという、はい、そういう願いもありますね。ありがとうございます。いや、確かに日本の文化というのが、うん、この海外の方で紹介されるというのは本当にいいことだと思いますけども、はい、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、すいません、お疲れ様でした。